はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エリティブログです。はい、キッチンの中なので今日も料理動画です。で、まあ、前回はドイツのケーキだったけど、今日は皆さんからいただいたコメントに答えて日本の料理をチャレンジします。なんでチャレンジかというと、私はあまり日本の料理が作らない。家で料理したらパスタとか、まあ、タイカレーとかいろいろ作ってるけど、日本料理は作ることがあまりない。日本料理といったら何？ハンバーグじゃないカレーかもしれないけど、カレーライス肉じゃが。ああ、肉じゃがね。嫁は肉じゃがが作れないと結婚できないという話も聞いたことあった。私はもう結婚してるので、今日失敗しても問題ない。今日失敗したら離婚かな。わあ、じゃあプレッシャープレッシャー。レシピを調べて、必要なものを買って、今からそのレシピ通りに作ろうと思います。早速スタートします。どれだけ日本の料理が作らないかが今から説明します。今日初めてこれを買いましたよ。使ったことないみりんとお酒。ああ、料理酒。あと使ったことない本だし。本だし、はい。他に入るのがたか、じゃがいも。じゃがいもと肉でしょ。人参、オニオン、あと糸こんにゃくじゃない。そう、私の嫌いな。なんで食べてるの、タカヒロ？それがさっき包丁で遊んでたら破れちゃった。やばくない、包丁で遊ぶ。で、まあ最後にお肉。まずは野菜をカットする。ちなみに私はドイツ人なのに、ほとんどジャガイモを料理に使わない。あんまりジャガイモ好きじゃない。人参とじゃがいもがピールできたから、次は小さく切る。それだったら俺でもできるよ。だよね。なんでやってくれないの？カメラを撮る仕事が今あるから。あーはー、言い訳だね、言い訳。野菜ができました。あー、できてないね。オニオン、オニオンって。はい、オニオン切ります。なんか日本人はさ、オニオンを剥いたり切ったりするときに涙が出るんだけどさ、ドイツ人も出んのかな。それなんか民族によって関係あんのかな。関係ないかな。関係ないよ。オニオンに入ってる成分が、それがなんか極端に日本人が弱いとかじゃないんだ。ドイツ人も別に涙出るんだ。出る。泣いてしまいます。でも確かになんか日本のオニオンそこまで悪くない気がする。あ、そうなの。ドイツのオニオンはもっと強烈なの。うん、大谷もこう泣きながら来たことがあったよ。はい、これで料理し始めます。ポットにオイル、オニオン。それ順番ないの？あるよ、だからオニオン。あ、オニオン最初なの。基本的に料理するとオニオンから。じゃあ手順を教えて。何これ、オニオンを炒めて、肉炒めて、野菜足して、コンソメとか水とかを足して、みりんとか醤油とか足して、おしまい、はい、みたいな。なんか俺でもできそうなステップだね。あ、こんにゃく忘れた。糸こんにゃく。なんかこんにゃく嫌いでしょ。こんにゃく嫌い。海外の人ってこんにゃく嫌いな人多分多いよね。海外にない食感なんじゃない？洗わなきゃいけないでしょ。そう、洗わなきゃいけない。なんかパチパチしてるけど大丈夫？タカが料理する。そう、これぐらいはできるらしいよ。ちょっとこんにゃく、おい、マスター、マスター。こんにゃくマスター。なんだ、どれぐらい洗えばいいかわかんない。ちょっとざーっとでいい。いいんじゃない。うん、もうおいしそうになってるから、お肉を足す。すげえうまそうな匂いするんだけど。もうそれだけご飯に乗っけてもうまいと思うよ。いや、何も味付けしてないからおいしくないよ。塩コショウ。塩コショウ。それならタカでもできるね。そう、これに野菜とこんにゃく。このタイミング合ってる？合ってる。だし、だし、調味料はレナ必殺技の目分量。違います。今回はちゃんとレシピ
に応じて4 tablespoons みりん。1、2、3、4 2 tablespoons さっき。テーブルスプーンってさ、ちなみに日本って大テーブル、中テーブル、小テーブルがあるけど大丈夫？え？大さじ、小さじ、中さじとか。中さじが聞いたことないけど。ないんだっけ？ないよ。大さじと小さじだけ？そういうこと。1、2、醤油4、1、2、3、もっと大きい醤油買えばよかった。シュガーね。シュガーは多めに入れた方が美味しいかもしれない。甘い肉じゃが。甘い肉じゃがは作らない。エッタシストックエンシーズニングス。Bring to a boil。ドン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 。もう終わりですか？ちょっとふとしたこと？なんていう？ふとしさん？あれ、ふとしさんが出てくるのそっから。ボイルすることは日本語でなんていう？沸騰。沸騰してきたら？もう今沸騰してるじゃん、ボツボツいってるよ、うん、そう、それを待ってる。いいかな。で、次のステップにこちら、自分で手作りの落とし蓋買わなくてもいいかなと思って、アルミホイルで作りました。ちゃんとしかも穴開けてんじゃん。ちゃんとやって、芸が細かい。火を落として、これを上に。これ落とすと何が効果あるんだろうね。これを落とすと中の野菜がこう動かない、動いたらこう崩れるから。なるほど。動かないようにこれを落として。大丈夫なの、こんな軽いアルミホイルで野菜の爆発を止めれるのかな。止めれるらしい。とりあえず10分のタイマースタート。10分経ちました。できたかどうか分かりません。でもめちゃくちゃいい匂いしてきた。匂いは最高。うん、あ、全然硬くない。できた。私のレシピに書いてあるのが、火を消してこれを捨てて、30分ぐらい待つ。30分待つの。30分経ちましたので、もう一回温めなくてはいけないね。すごいいい匂いするんだけど。うん、すごいいい匂いする。うわ、めっちゃいい匂いする。今日夜ご飯食べます。温まったと思う。食べますか？なんか肉じゃがってそんな、もうちょっとなんかスープがとろーんってしてなかったっけ？こんなシャビシャビだったっけ、肉じゃがって。シャビシャビでしょ。シャビシャビじゃないなら泣くよ。これ切ればよかったね。大丈夫、タカが好きだから。そうめんみたいに食べればいいじゃん。肉じゃがそうめんじゃん。肉じゃがそうめん。レナ流肉じゃがそうめんの出来上がり。料理を説明しなきゃいけない。こちらは白いご飯です。私は作った肉じゃがです。肉じゃがね。なんて言った？肉じゃが。肉じゃが。あとは豆腐とサラダ。ビールと、レナは？ああ、梅酒ソーダ割り。乾杯。乾杯。くぅ。おい、日本人の真似するな。私はくぅしたことないよ。なんでくぅなの？いただきます。いただきます。うん、おいしい。柔らか。あ、じゃが食べて今、うん、めっちゃうまいじゃん。うん、うまっ。超うまい。何を作ってんだろう今家で。皆さん何を作ってますか？日本食といったらオムライス、オムライス、カレー、グラタンとかも日本で作る。なんか簡単に家で作れるレシピとか料理とかあったら教えてほしいよね。今日の動画は終わりにしますか？うん、皆さんがこれが楽しかったのかな。それはうまかったから今。悩んで。こんにゃくそうめん。はい。こんにゃくそうめん。はい。うん。うまい。なので私たちはご飯に集中したいからこのビデオ終わりにします。はい。ね。バイバイ。また。よかったならいいねボタン押してください。あとはまた今度料理動画も作りたいと思いますし。
聞いてないね。料理動画作ろう。はい、なのでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。